まず今日の目的ですけれど、今日の目的は、そこに書いてあるようなチャートを見極めるという話をすることではないんですよ。今日の目的は、僕が話すことで話しますけれど、今日の目的は皆さんがそれを理解することが目的なんですよね。ここで大変大きな違いで、皆さんが理解できるようにお話します。それで、わからない方は後で、いくらでも質問に来ていただいて結構ですから、わかるまでとにかく、お付き合いさせていただくと。こういうことです。それで、皆さん今日、表に、お外に、お家から出てきたときに、天気予報をご覧になったと思いますよ。で、天気予報っていうのは、一番大事な、要するに、まあ、いろんな高気圧が出たとかね、低気圧、前線がどうだとか言うけど、結局大事なのは何かって言ったら、傘を持ってくか持ってかないかだけでしょ？結局それだけだよな。みんな天気を見たって、最終的には傘を持ってくか持ってかないだけ分かりゃいいんだよ。で、今日の話も同じ。今日の話も、結局、大事な、いろんな細かいところってその相場にまあありますよ。でもそんなことはどっちでもいいの。傘を持ってくか持ってかないかだけ分かれば相場に勝てるわけでしょ？だってみんな傘持ってくか持ってかないだけで今日出てきたわけだよね。同じように傘を持ってくか持ってかないかだけ、その大事なところだけ分かれば相場できるんで、そこに焦点を当てたお話します。で、これ去年もお見せしましたけれど、機械的にやるとだいたいこんな方な成績になっています。で、大事なのは、大事なところはですね、ここ日経平均がこう下がってる中で、まあ、このやり方をするとパフォーマンスがあんまりこう下がらないで済むというところがやっぱり一番大事ですね。で、この後パフォーマンスこう上がってはいきます。この上がり方と、この日経平均の上がり方は、大体これ同じですから、まあ、そんなにここは儲かってるとは言えないんだよね。そんなにここは儲かってるとは言えないけれど、しかし発射台が低くないから、発射台が高いから、その分やっぱりいいよね。これやっぱり、損をしないってことは一番大事ですから、そういう意味では、まあ、投資の方法としては非常に有効な方法であろうというふうに思います。で、今日は皆さんに紹介した中で損切りだけはちょっと話しませんが、ここで話したことだけでもこのぐらいの成績が出るようなお話にします。そうは言っても新高値を抜いたら全ての株が上がるっていうことじゃないですよ。もしそうだとすれば、一回新高値を抜けた株は、もうこの、なんていうの、5年でも10年でも100年でも上がっていくってことになるね。そんなことはないんで、新高値を抜いた株の中に、すぐ下がっちゃう偽物株と、それから、どんどん上がっていく大化け株の2種類がある。ほいでね、こういうのはあんま講演じゃないと喋んないんだけど、この下に下がっちゃうやつね。こう下にこう下がっちゃうのは、だいたいこの新高値更新して 5% 以内にこう下がっちゃう銘柄というふうにまず定義すると、だいたいこれがね、4割ぐらいありますよ。4割ぐらいこういうのなのね。で、これをどういうふうに見分けるかというと、見方はそこの下に書いてあるように、業績と人気で見分ける。さあ、それではファンダメンタルの公式を言います。で、ファンダメンタルの公式、僕の方お持ちの人たくさんいますけれど、ここで大事なのは2つだけですから、って言って、あと、お前たくさん書いたけどどうなんだって言われるけどね。だけど、大事なのは2つだから、この二つだけは必ず押さえてくださいね。で、それがここに書いてあるやつ。これがまず二つ目の一つ。これを必ず押さえてくださいね。こうやって経常利益を見るだけで、新高値だと。それで過去の経常利益、将来に関係ないんだよ。過去の経常利益を見るだけで、ここまで判断できるもんですよ。で、今度は、将来についてどうだということについてお話します。今のは、過去の業績だけを見る。今度は将来について見ますから、数値化できるとこじゃないんですね。数値化。テクニカル分析ですけれど、テクニカル分析で大事なのは、ここの3つ書いてあるところだけです。で、僕もね、いろいろやりましたけれど、この3つがほとんど重要ですね。短期でトレードするなら別ですけれど、やはり株を持って何ヶ月か持っていくっていう中では、この3つに絞ってやっていくのがいいです。で株のまあ、上昇の可能性が高くなると。こういう風な感じです。さあ、それでここからは、今日はチャートのお話をさせていただきます。でここからが、まあ、いわゆる、チャートをどうやって見るかっていう話になりますね。で大事なことは、さっきも言ったけど、細かく入ることは良くないですね。細かく、入
入っていくとはいけない。例えば僕お医者によく行きますけれど、血液検査とかやりますね。で、血液検査やると、医者の人が僕の顔見ないんですよ。どういうことかっていうと、コンピューターの画面見て、林さん、あなたのこの GTP の数値はちょっと高いね。それからこの数値はちょっと低いから、まあいいけど、ちょっとこれだとね、って、患者である僕の顔見ないで、コンピューターの画面だけ見てんだよね。だけど同じ、だから彼に言わせれば、数値が同じやつが来たら、要するに僕だろうが佐藤さんだろうが鈴木さんだろうが、みんな同じだと思ってんの。でもそんなことはないでしょ？要するに元気そうな顔してる人も、疲れてるそうな顔してもいるんだから、その数値だけで見ちゃダメでしょ？で、みんなが相場やってるときはそれでやってんだよ。それはダメ。必ず、現場っていうのはそのチャートをよく見るような癖をつけてくださいね。で、だからさっき言った 4% が大事だっていうと、それしか見ない人いるんだよな。で、それダメなんで、それで今日はこのチャートの話をします。まずチャートのポイント、二つのポイントってあります。二つのポイントってのは下のオレンジ色のところのことですけれど、